北条氏綱は、戦国時代の武将、戦国大名、後北条氏、第二代当主、伊豆国、相模国を平定した北条総運の後を継いで両国を武蔵半国、下佐の一部そして駿河半国にまで拡大させた。また、勝って、兜の糸口を閉めよの遺言でも知られる。当初は、父同様に伊勢氏を称しており、北条氏を称するようになるのは、 父の死後の大英三年か大英四年からである。父の宗雲は、北条氏を称することは、生涯なく、伊勢政治、伊勢総浮などと名乗ったが、古北条氏としては、宇治綱を二代目と数える。なお、宇治綱以降の当主が代々当理事として用いることとなる、氏の字は、宗雲の別名として伝わる、長氏、氏、茂、氏る、の変記に由来するものと考えられるが、 宇治綱の元服寺に父はまだ、今川氏の民族、重心であったことからいとこである今川氏当主、今川宇治地下からの返記として与えられたとのでは、ないかとする説がある。長京元年、伊勢政治の着難として生まれる。従来、父総運は没年88歳とされていたが、これを64歳とする説が唱えられており、その説によれば、総運が32歳の時に、 宇治綱が生まれたことになる。母は、政治の性質で、幕府奉公衆小笠原聖清の娘、南洋院伝である。幼名は、伊豆千代丸。元服後には、父と同じ通称であるシンクロを称した。宇治綱が生まれた年に、父、宗雲は、小鹿のリミツを打って、お井の竜王丸を、今川家の当主に据えており、その功により広告事情主となっている。 宇治綱の文書上の所見は、英正9年で総運の後継者として活動していたことが伺え、総運が大森市から奪取した相模国小田原城に在番していたと推定されている。英正15年、総運の隠居により、家徳を継ぎ、当主となる。英正16年に総運が死去したため、名実ともに伊勢市の当主となった。箱根神社。 神奈川県足柄下郡箱根町。宇治綱の家督相続とともに、伊勢氏は虎の陰板状を用いるようになっている。陰板状のない徴収命令は無効とし軍代、大官による百姓、職人への違法な搾取を抑止する体制が整えられた。それまで、守護が直接百姓に文章を発給することはなかったが、陰板状の出現により、 戦国大名による尊落、百姓への直接支配が進むようになる。宋雲の時代、伊勢氏の居城は伊豆の荷山城であったが、宇治綱はそれまで在番していた、相模の小田原城を本城化させた。また家督相続に伴う大河あり建地の実施と安土城の発給を行っている。大英年間から宇治綱は、寒川神社放電。 箱根三所体験原宝殿の再建、そして相模六、諸宮、伊豆山権元の再建といった自社造営事業を盛んに行っており、その際に、総集大使を名乗り、事実上の相模の支配者たるを主張している。大英三年六月から九月の間に宇治綱は、名字を伊勢氏から北条氏へと改めたと推定される。父、宗雲は、明王の政変を契機に、 幕府の承認を受けて、伊豆に進攻して両国化し、さらには、相模をも平定したが、山内、大喜に両上杉氏をはじめとする旧来からの、在地勢力からは、他国の逆途と呼ばれて、反発を受けていた。両国支配を正当化するために自らを関東と、ゆかりの深い執権北条氏の後継者たらんとする、発想は、総運の時代からあり、宇治つなの代に これを実現したことになる。旧来、伊勢氏とは、全く無関係の執権法上氏を勝手に名乗った、あるいは総運が、法上氏末への法上幸長の養子となった、などとされてきたが、近年の調査で性質のヨーダマインデンが、執権法上氏の末裔とされる横井氏の出身であった可能性が指摘されている。ヨーダマインデンは、永昇12年に三代目となる宇治安を生んでいる。 また近年の別の研究では、この法上解消は単なる事象ではなく、朝廷に願い出て、正式に認められたものであると考えられている。解消から数年後には、執権法上氏の古例に習った左京大部に認じられ、価格の面でも、周辺の今川氏や武田氏、上杉氏と同等になっている。なお、法上氏に改めたとされる大英三年6月から9月の時点では、 宇治綱と、大喜タに植杉家は和睦していたという見方もあり、北条解消は宇治綱による一種の敵対表明であり、これをきっかけに宇治綱は、小机領進出に踏み切り、さらに大喜タに、山内領植杉家の反北条同盟の成立、翌年の江戸城攻略に至ったとする解釈もある。永正16年、宇治ツは父、総運の政策を継承して、房総半島に出兵して、 小弓久保、足利義明とマリアツ武田氏を支援したが、その後の数年間は、軍事行動を控えていた。これは、武蔵国をめぐって、伊勢氏と対立関係にあった、大木に上杉家が共に、足利義明を支持する立場となったために、両者が和睦の状況にあったからと見られている。大英三年までに、武蔵国南西部の倉木郡一帯を計略し、さらに、武蔵国西部、 南部の国人を服属させている。また、前述のようにこの計略は同年と推測される。法上解消と連動した政策であったとする説も、ある。危機感を持った、大木谷上杉智之は、三内上杉家とは僕をして、宇治津波に対抗しようとするが、大英四年正月に宇治津波は武蔵に攻め込んで、高縄原の戦いで、大木谷勢を撃破すると、大助高を寝返らせて、 江戸城を攻略する。江戸城を攻略後すぐに追撃を開始して、板橋にて板橋棒、次第部兄弟を討ち取る。2月2日に、大助よりの寝返りにより、岩槻城を攻撃して落城させ大旅中神を討ち取った。続いて、蕨城も攻略し、また、諸城城主の諸太郎、岡本将軍が、北条方に属したため、諸、石戸間を手中に収めてきの松山城。 川越長官の遮断に成功する。これに対して、大木谷上杉智之は、山内上杉のりふさの支援を受けて、体制を立て直すと、小学坊、足利高元とは僕し、さらに回収後、武田信虎とも結んで反撃を開始した。6月18日に、大田助よりが智沖に帰算してしまい。7月20日には、智沖からの要請により、武田信虎が、 武蔵国まで出張り岩月城を攻め落とした。これを背景として、大田助よりは岩月城に復帰することができた。宇治綱は友沖と和睦を結び、諸城引き渡しを余儀なくされた。翌大英五年2月に宇治綱は和睦を破って岩月城を奪還するが、友沖は山内上杉のりふさ、県館府との連携の下で逆襲を行い、大英五年から大英六年にかけて、 武蔵の諸城を奪い返し、相模国玉縄城にまで迫った。友沖は、関東関連山内、上杉や、小学坊、甲斐の武田信虎のみならず、騒雲時代には、後宝城氏と友好関係にあった、上沢国の丸谷武田氏、小弓久保そして、安保国の里見氏とも手を結んで包囲網を形成し、宇治綱は、四面楚歌に陥った。同年5月には、 里見氏の軍勢が鎌倉を襲撃し、鶴岡八幡宮が消失している。ただし、大英七年には、宇治津名と、小弓久保、足利義明の間では僕が成立して、マリアツ武田氏や里見氏も、宇治津名と停戦しており、この段階で、暴走諸勢力は包囲網から脱落していたとする、見方も出されている。協力三年に、着難。 宇治安が、友置法の軍勢と玉川河原の小沢県で戦い、これに対象したものの、協力四年には友置に岩月城を奪回されている。宇治綱の苦境は、敵陣営の内紛によって救われる。天文二年に、里見氏で内向が起き、里見義豊が、叔父の実況と正木時綱を粛清した。宇治綱は、実況の維持、義隆を援助して、吉豊を滅ぼさせ、 里見氏が、高井門から脱落する。小弓久保を擁立する、マリアツ武田氏でも内紛が起き、小弓久保の勢力が弱まることになった。天文六年に、友沖が死去して、若年の上杉友貞が後を継ぐと、宇治綱は武蔵に出陣して、大木谷上杉家の本拠川越城を落とし入れ、三男のためマを城代に置いた。天文七年には、火災城を攻略して、 暴走への足がかりを築く。宇治綱と足利義明はこれまで対立と和睦と繰り返しながらも全面的な対決を避け続けていたが、川越城の陥落に危機感を抱いた義明は、河西城の攻防において、大木谷上杉家への援軍を派遣して、全面的に対立する方向に向かった。宇治つは関東に勢力を拡大する一方で、父、総運の代より、 形式的には、主従関係にあった、駿河国の今川氏との春霜同盟に基づいて、海の国の武田信虎と交渉国境で相争った。武田氏は前日の通り、もともと大木谷上杉家と友好関係にあり、武田軍が大木谷上杉家を支援するために、北条領である相模国津久井軍に侵攻したり、反対に北条軍が、 武田領である海国鶴軍に侵攻する対立関係であった。天文4年には今川家当主、宇治テルの要請に応えて鶴軍に出陣し、山中の戦いにおいて武田信虎の弟、信友を討ち取る大将を収めている。天文5年に今川宇治テルが急死すると家督をめぐって話そうの乱と呼ばれるお家騒動が起こり、宇治綱は聖武、将法を指示した。 商法が勝利して、今川義元として、家督を相続するが、翌天文六年に義元は、信虎の娘、上院を埋めとって、木の絵春同盟を成立させる。宇治津川はこれに激怒して、愛春同盟が破綻し、今川との交渉が勃発した。ご法上軍は、駿河国の加藤地方に侵攻して占領し、これにより、今川氏との主従関係を完全に解消して、 独立を果たした。ご法上氏の暴走進出は、小弓久房と対立する小学房の利害と一致するものであり、小弓久房足利義明が、小学、関宿への攻撃を格作すると、小学房足利春氏は宇、宇治綱宇治康不死に対し、小弓を退治を命じた。天文7年10月7日、宇治綱は、小弓久房 足利義明と安房の里見義多からの連合軍と戦う。氏綱、治安伏は足利、里見連合軍に対象し、義明を打ち取って小弓久保を滅ぼし、武蔵南部から下さにかけて勢力を拡大することに成功した。伊佐総文書によれば、小学坊、足利春氏は合戦の勝利を称して、氏綱を関東関領に部任したという。 関東官僚部人は幕府の権限であり、関東官令三内上杉県政が存在する以上、正式なものにはなり得ないが、小学坊を奉ずる、宇治綱、宇治康は、東国の伝統勢力に対抗する政治的地位を得たことになる。天文八年には宇治綱は娘を晴れしに嫁がせ、小学坊との中退を強めるとともに、足利氏のご一家の身分も与えられた。 宇治綱の時代に、ご法城氏の市場体制が確立しており、小田原城を本城に、伊豆国の韮山城、相模国の玉縄城、三崎城、武蔵国の小机城、江戸城、川越城が市場となり、各々の領域支配の拠点となった。市場には、伊豆入部以来の重臣や一門が置かれたが、このうち、玉縄城主となった三男、ためまさは後に、川越城氏も兼ねて、 広大な領域を管轄しており、宇治綱の晩年には、着難、宇治安に匹敵する重要な地位を占めるようになっていた。宇治綱は、総運の豪村支配を継承したが、独自の施策として、中世になって廃絶していた、天馬制度を復活させて領内における物資の流通、輸送を整備している。また、検地によって増分した電磁や、講習した電、温電そして交通の要所に、 積極的にご了所を設置し、その代官には信頼できる側近を任命した。宇治つなの時代に積極的に進められた追記や自社造営のために職人集団を集めており、ご法上氏は商人、職人に対する統制を行い年貢とは別に諸役、食事を課し、小田原城下の津田東兵に発した愛亀銭の徴収を許す協力三年付けの虎の印板状が、 現存している。天文七年には、伊豆と相模の川崎に触れ頭を置き、武具製作に不可欠な川崎を掌握した。鶴岡八幡宮。神奈川県鎌倉市。両国拡大以外の宇治つの大事業としては、鎌倉鶴岡八幡宮の造営がある。鶴岡八幡宮は、大英六年に戦火によって消失しており、造営事業は天文元年から始まり、 幸福寺の番章を呼び寄せて、翌年から工事が着手された。宇治つなは関東の諸領主に放賀を求めたが、両上杉氏はこれを拒否している。天文9年に上宮聖殿が完成し、宇治つなら法上一門隣席の下で盛大な落景式が催された。この造営事業は宇治つなの没後まで続き、完成は宇治安の大の天文13年になった。 源の頼朝以来の部門の守護神たる、鶴岡八幡宮の最高事業を主導することは、執権法上氏や鎌倉久保といった、東国武家政権の政治的後継者を主張するに、等しい意味を持っていた。うじつに敗れた、大木谷上杉ともさだが、三内上杉家の上杉のりと手を結んで反抗の、兆しを見せ始め、さらに、今川軍との戦いも長期化する中、 天文10年に病に倒れ、7月19日に死去した。去年55。あと、着難の北条を宇治安が継いだ。宇治綱は、若い宇治安の起業を心配して、死の直前の天文10年5月に宇治安に対して五過剰の訓戒状を伝えている。総運寺の北条5代の墓。右から2番目が宇治綱の墓。1、大将から侍に至るまで。 義を大事にすること。たとえ義に違い、国を切り取ることができても、後世の恥辱を受けるであろう。一、侍から農民に至るまで、すべてに慈しむこと。人に捨てるようなものはいない。一、おごらずへつらわず、その身の文言を守るをよしとすべし。一、倹約に努めて重視すべし。一、いつも勝利しているとおごりが生まれ、敵を侮ったり。 不行儀なことがあるので注意すべし。北条氏綱、五箇ご家の訓戒、氏綱の時代に、ご北条氏は総運からの伊豆、相模に加えて、武蔵半国とし宇佐の一部、そして駿河半国を両国としていた。北条氏は氏綱を、二世氏じ君は、父の後をよく守って、孔子としての功があったと評価している。神奈川県箱根町の金。 湯山宗総運寺に残る宇治綱を含む北条五代の墓所は、江戸時代の漢文十二年に、北条氏じのの子孫で、佐山藩、北条や五代目当主の北条氏をさが、北条総運の命日にあたる8月15日に、建立した、供養党である。宇治綱の本来の墓所は、かつての広大な旧総運寺境内の春松院に、葬られたが、旧総運寺の前仮覧は、 豊臣秀吉の軍勢に焼かれたため、その位置は不明となっている。宇治つには二人の妻と四男六女の存在が確認されている。性質の太玉院の出自は不明である。異本をだわらには堀越久保の家臣に北条氏があり、堀越久保、足利正友の命を受けてその娘を宇治つの妻にしたとする書伝がある。この記述は、総意の家系が、 北条氏に改正するための作為として考慮されることはなかったが、近年発見された高橋家過去町の中には養主院を大英七朝井戸氏7月17日滅、横江北条相模神女と記されている。黒田元樹は、横江がご北条氏の家臣にもその名があり、鎌倉北条氏の末裔を名乗っていた横井氏のことで、あるとすれば、養主院の羊が北条氏とされる書伝にも、 再検討の必要があると指摘している。形質のこの戸殿は、関白、この江な通りの娘で協力4年から、天文元年頃に結婚したと推測されるが、弟のこの江種家はこの頃には31歳になっており、当時の女性としては、晩婚のため、外交的な必要からの名目的なものと考えられている。 咲姫は、息子の堀越氏友が、キラ氏を継承したことから、キラより安室と混同されることが多かったが、別人である。ありがとうございます。